皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、クロノクロス実況プレイパート54やっていきます。はい、皆様明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年もね、頑張ってゲーム実況していきます。よろしくお願いします。はい、というわけで今回もですね、まあラストダンジョンに突入する前にね、残りのサブイベントを片付けていこうということで、ゲームを進めていきます。ちょっと待って、コントロールの設定がおかしいよ。アナログにしないと。よし、OK。で、前回はですね、まあ、亡者の島の方で、グレンのお兄さんであるダリオがどうして行方不明になったのかということについて語られました。で、まあ、今回はまたそれに、ね、関わるイベントで、この何も表示されてないんですけど、よく見ると煙が出ている小さな島があるのが分かりますでしょうか。ここにね、4があるので行きたいと思います。こちら今ホームワールドです。現状パーティーには、リデルとグレンを連れています。まあグレンは単純に強いからなんですけども、リデルは必ずパーティーに加えなければならないので、これでやっていきます。で、この煙の出てるところで丸ボタンを押すわけですね。ちょっとなんか隠しがあるわけで、ここにね、隠されたマップが1個あるわけです。はい、おやおや、ここにいるのは見覚えがありますね。私に何か？あなたはまさかダリオ？そうよね、世界が違うのよね。ああ、でもよかった、こちらの世界では生きていたのですね。兄貴、生きていたんだね。あなた方は私を知っているのですか？え、何ですって？まさか。何言ってるんだ兄貴。あなた方はこの人の知り合いなのですか？この人が瀕死の状態でこの島に流れ着いたのはもう4年も前になります。幾日も生死の境をさまよっていたのですが、奇跡的に一命は取り留めました。しかしこの人は自分の名前もわからないほどに過去の記憶をなくしてしまったのです。ああ、ダリオ、私がわからないのですか？あなたの知らないリデルかもしれないけど、私はずっとあなただけを。それなのに忘れてしまったのですか？リデル、懐かしい響きだ。私は何かとても大切なものをなくしてしまったようだ。すまない、どうしても思い出せないんだ。何か記憶を呼び覚ますものが。そうだわ、これを見て。このペンダントはあなたのお母様の形見、そして二人の婚約の印としてあなたが私にくれたもの。これは思い出して、私たちは子供の頃からずっと一緒だった。そしてこれからもずっとずっと、私はどんなことがあってもあなたを忘れない。リデルに逃げろ。もっと、リデル、いかん。な、何？一体どうしたの？ダメじゃ、触っちゃいかん。何？グランドリオン、ダリオ、やめて、その剣に触らないで。うわ、剣を抜いてしまった。リデル、お前の血を我が剣に。やはりそうじゃったか。グランドリオンは主の門で行けてなくなったわけではなかった。ただ持ち主のもとに書いただけじゃったんだ。なんだと？じゃあダリオはまだ。何があったんじゃ？ダリオは亡者の島でモンキーどもにやられたんじゃなかったのか。あの時、
あれがグランドリオンか。ダリオ、何をやっているんだ。死ね。滅びるがいい。生きとし生けるすべてのものよ。まさかその剣が、その剣を離せ、ダリオ。やめろダリオ、俺だ、カーシュだ。今のうちに。しかしやるんだカーシュ。このままだと私は。ダメだダリオ、俺にはできねえ。目を覚ましてくれダリオ。どこまでもバカなやつだ。せっかくチャンスをやったのに。まともにやり合えばお前は私には勝てん。所詮お前は私以下の人間でしかないのだから。なんだと。まずはお前を切り捨て、その次は、そうだな、リデルにしよう。リデルの血をグランドリオにたっぷりと育ててやるとしようか。くっくっくっ。貴様、おー、ダリオ、俺は一体。哀れなものだな。あんたは。ダリオは猛鬼にやられて死んだのだ。いいな、カーシュ。しかし、まさかお前は正直に会ったことをみんなに話す気か。リデルにも、負けに取りつかれて自分が切ったとでも言うつもりか。くっ、心配するな。私の言う通りにしておけば何の問題もない。ダリオ。そうであったか。ダリオもまだグラン読み切れねえ。やるしかねえのか。ダリオと戦うなんて私にはできない。そうだ、やっと会えたというのに兄貴とやり合うなんて。闇を取り払うにはグランドリオンを倒すしかない。ダリオを救うにはやるしかないんじゃ。我が剣の憎しみを受けよ。グランドリオンのね、因縁を解き放ちましょう。そしてこのダリオがですね、本作も最強クラスの敵です。これがまた強いんだよね。さてと、気を抜かずに行くぞ。ギリギリ倒せる状況になってる。避けられた。うわー、この攻撃力。そうそう、攻撃力も高いし防御力も高いし、本当にね、きつい相手なんですよ。よいしょ、またセルジュをね、強化していこう。一番攻撃力高いから。あのヒット、うおー、凄まじい威力だ。リテラルは、まあ、弱で確実にエレメントを貯めて回復にね、消しよう。どうしよっかな、なんか強化かけといた方がいいかな。まず回復か。とりあえずケアラで大丈夫かな。うわ、攻撃力高え。下手にですね、攻撃のエレメントを使うのも危険なんですよね、この人。反撃してくるんですよ。
飛来神。よし、蘇生リバイブ。よし、プレートがいい仕事します。ヒールウィンド、さてさて、リカバー、あ、リカバーじゃなくてよかった、もったいない。今日、うん、ウルトラノバ、黒のエレメントは大丈夫です。どうでしょう。誰だ。うわ、この威力。うわ、なんか状態書入ってんな。確実にね、くわ、あ、蘇生使えない、つけてなかった、よく理解。いや、蘇生でしょ、この人。ちょっと待って、ちょっと待って。一回体勢整えそう。ちょっと戦闘中で一回逃げてね、体勢整えることができるんですよ。で、ちょっと待ってよ。リデルに締めると困るんで、きついな。うぅ、あ、送られる。エレメント攻撃は避けた方がいいかな。それとダメージは入ってるんで、確実にね、誰だ、誰に、誰に、誰に、あー、セルジュ。
ルジュが倒れている状態はまずい。おう、おう、おう。よし。回復しよう。ヒールウィンド。よし、リテールは OK。よいしょ、硬いな。なんだこの硬さは。やっちゃく、やっぱ大きくてよかったかな。よし、チューチューチュー、マナフィーブル。誰に、あー、セルジュを狙うか。防御、おっ、こいつんだ、強い。よいけー、攻撃系のエレメントいらないな。早々にマナフィーブルを唱えて、ジャカスター入れて、セルジュの攻撃力を少し上げて、何かな。リカーバー、リターンがないんだよな。なんとかこれでいくしかないか。防御どこ、マナフィーブル、広角だ、リデルだろ。よし、これでこれをね、かけなかった。セルジュ、当たんねえ、まずい、あー、防御、おっかねー、蘇生、入ります。
爪でもね、とりあえず回復しないと。さあ行け。避けられた。ああ。無理しない。いぐらい。どこに。よし、耐えた。いいぞ。シュよいしょ。防御エレメントレベルをね決めよう。くっ、リデルはまずい。よし、危ない。ヒールビーム使っちゃおう。もうちょい。ソードソニック使ってきたから、次は通常攻撃2回来る。防御。2回なら耐えるだろう。防御。受けられた。よし、受けた。ナイス。またもたねえか。勝てそうだな。今日まだか。ああ、一撃が重い。イエロー、あまり黒い属性増えても困るんですよね。あー、マナフィーブルそれか。これ使う意味もなかったか。結構入った。倒した。あー、強いよこいつ。あー、はあ、オッケーオッケー。む、グランドリオの次のマストを選んだようじゃ。何？セルジュ。慌てるでない。周りをよく見てみるのじゃ。おや？鳥？逃げていた鳥たちが戻ってきてるわ。グランドリオに邪悪さは微塵も感じられぬ。もう憎しみにとらわれることもあるまい。目が覚めたかい、グラン。うん。でも我に返って考えてみると、僕たちなんか相当やばいことしてきたんじゃない？ははは、黙っていればわかんないよ。あんたたちまた何かやったんじゃないでしょうね。あ、ドリーン姉ちゃん。知らないよ、僕たち何にも覚えてないんだ。ふーん、まあいいわ。その代わり今度は私も一緒に行くからね。すごい、僕たち3人が一緒になるなんて何世紀ぶりかな。じゃあ行くわよ。お、これでセルジュのシースアロンがグランドリウムへ進化した。これがセルジュの最強の武器です。ここは
リデル、リデルじゃないか。俺はどうしたんだ。ダリオ、よかった。記憶が戻ったみたいね。記憶？そうか。俺はあの時グランドリオンに。カーシュ、すまなかった。お前には辛い思いをさせたようだ。け、何言ってやがる。記憶が戻ってもさらに厳しい現実が待っておる。記憶が戻らん方が幸せじゃったかもしれんの。ついてきなされ。やはり行ってしまわれるのですね。いつかこの日が来ると覚悟はしてました。さようなら。いつまでもお元気で。みんな傷ついてバラバラなのね。不完全で、未熟で。でもそうやって生きていくからこそ、より優しく大きなものになれるのかもしれない。勝てた。これは一体、私のいない間に何があったんですか？大佐や他のみんなはどこに行ってしまったんです？リデル、君たちは別の世界から来たと言ったね。では、この世界の君やカーシュはどこにいるんだ？残念じゃが、蛇骨館で視界に行った者はもう誰も戻ってこん。なぜ大佐たちはあの危険な海域にいたのですか？いてついた炎じゃ。彼らはそこで死んだ実家に取り込まれ、視界もろとも消滅してしまった。皮肉なことに、生き残ったのは私だけなのですね。ダリオ、私はここにいるじゃない。リデル、世界が違っても、あなたはあなただし、私は私だわ。おうよ、俺様もちゃんとここに生きてるぜ。もっとも殺されたって俺たちは死にやしねえがな。ガハハハハ。ゾヤやマルチャラ、みんないるぜ。なんなら竜小屋の親父を連れてきてやろうか。兄貴、見てくれ。俺も4年前に比べ少しは使えるようになったぜ。みんな。そうだな。俺はまだ生きている。俺はここで自分のやるべきことをやるまでだ。何年かかるかわからないが、このジャコス館を復興させる。それが生き残った俺のやるべきことだ。やれやれ、わしも隠居してる場合じゃないの。もう一踏ん張りしてみるかの。よし、一応やってやるか。世界は違いのルーク手段四天王の完全復活だな。と言いたいところだが、お前戦いはまだ無理みたいだな。すまない、やはり4年のブランクは大きいな。4年のブランクがだな。そうさ、大丈夫？リデル、せめて君にこれを渡しておく。リデルの白蛇の精神を手に入れて。あなたはゆっくり体を休めてジャコスカの再建に専念していてください。ああ、そうだな。そうさせてもらうよ。もちろん私も手伝わせてもらうわ。それに前から考えていたことがあるのよ。よし、こうイベント OK。 あー、強かった。はい、グランドリームです。攻撃力はプリズムには劣るんですけれども、まあ、攻撃力、命中率ともに高いだけじゃなくって、これを装備するだけで、HP が毎ターン自動で回復する効果と、あと種族を持っている全てのモンスターに有効な刺激を与えることができるという最強の武器です。はい、では今回はここまでにしておきます。ダリオとの戦いだけですごい時間食っちゃった。強いんだって本当あいつ。まあでもなんとか動画内でね、勝ててよかった。はい、というわけでね、残すところサブイベントもあと一つ、それをやったらいよいよね、ラストダンジョンに向かっていきたいと思います。まあ、あと一つというか、まあ、ついでにもう一個回収してからですね、その一個あるアイテムがね、ラスボス戦でとても重要になってくるので、必ず回収に行こうと思います。はい、というわけで、クロノクロス実況プレイパート54、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。